ジュラベナトルは小型のコイルロサウルス類の獣脚類恐竜の属の一つである。ジュラ飛行機に現在はドイツのジュラ山脈となっている地域に生息してた。現在のところ単一の標本のみが知られている。頭骨1998年の夏、アイヒシュテットにあるアイヒシュテットジュラ博物館はシャムハウプ店長採石場近郊での古生物調査を行った。 調査計画の終了間際に二人のボランティア、クラウス・ディーター・バイスとその兄弟、ハンス・ヨアヒム・バイスは、明らかな脊椎動物の化石が見て取れるチョークの岩盤を発見した。最初のプレパレーションにより小型の重脚類の頭骨が発掘された。しかし、化石が脆く、硬い計算カルシウムを除去するには時間と費用を要した。そこでプレパレーションを続行する価値があるかどうか。 確認のため CT スキャンが行われた。この結果残されているのは首と全部の一部のみということが分かり、プレパレーションは中止された。この発見は1999年にギュンター・ビオルにより科学文献に報告された。2001年までにこの化石はメディアで取り上げられ、ドイツの報道でボースキという愛称がついた。この名前はゴーモ毛の犬に一般的な名前で、 この生物が合毛状のゲ羽ムを持っていたという過程に基づくものである。2003年に博物館の新館長マルティナ系 LBL、A ベルトによりプレパレーションの終了が決定された。プレパレーターのピノ VLKL は発見以降700時間に及び化石の防止を行い、ほぼすべての骨格が得られた。2006年にウルスラ・ゴリック及びルイス・チアッペにより、 タイプ種ジュラベネーターストルッキーとして命名、記載された。俗名は、ジュラギノバイエルンのジュラ山脈とラテン語で、カリウドを意味する、ベナターに由来する。種商業は、発掘地の所有者であるスターク家に、懸命されたものである。ホロタイプ JMSCH200 は、パインテンソーの泥ハイ岩層、マルムイプシロニの金メリ時期、 1> 約1億5100万年前から1億5200万年前の地層で発見された。標本は背側を海底に向けた状態で化石化しており、体の下側から骨にアクセスすることになり、石板がさらに分割されることがなかった。メス板はなかった。容体のものであり、頭骨を含むほぼ完全に関節した骨格である。尾の先端のみ見つかっていない。 少量域ではあるが印象もしくは難組織が残っている。この標本は現在のところヨーロッパで発見された非鳥重脚類のものとしては最も完全である。ジュラベナトルは小型で二足歩行の捕食者である。ホロタイプは幼体の個体のものであり、体長は75センチメートルほどであった。2006年及び2010年に ゴリックはこの属の基礎となる特徴を確立した。フング前方の前上顎骨にある4つの歯には、歯間の公園の上部1、3ほどに虚子がある。前上顎骨と上顎骨の死列の間には、隙間がない。上顎骨の歯は、数が少なく、ホロタイプでは8本であった。くぼみもしくは、かといった頭部の大きな開口部、五眼か窓は長く、前方に広がっている。 上腕骨は比較的短い。手のかぎ爪は規模が高く中ほどで幅が急に細くなっていた。尾の中ほどの関節突起は弓形である。タイプ標本と人の大きさ比較。ジュラベナトルは最初、コンプソグナトゥスに近縁なコンプソグナトゥス科に分類された。コンプソグナトゥスの標本の一つには尾に、鱗の痕跡が保存されたものがあるが、どうかでもシノサウロプテリクス。 シノカリオプテリクスでは、産毛や羽毛に似たもので覆われていた痕跡が発見されている。単方では、羽毛恐竜の仲間なのに羽毛がない。と宣伝されていた。しかし、断片的な化石化したジュラベナトルの皮膚には、種として、通常恐竜に見られる鱗のみでなく単純な羽毛も存在した痕跡があった。ネイチャー史上にて古生物学者女性は、ジュラベナトルの鬼、 鱗が存在したことは、初期の羽毛恐竜での羽毛の生え方が、現在の鳥類のものより、はるかに多様であったことを表しているだと、コメントしている。ジョはまた、後半にわたって、鱗に覆われていたことは、原始的な特徴の可能性があることを示唆するもので、ジュラベナトルが、コンプソグナトス科であると解釈することに疑問を呈した。そして、ジュラベナトルや他の原始的な羽毛恐竜が単に、 現在の鳥類が下足と足の荷物のと異なり、より後半にわたって、鱗に覆われていただけである可能性が最も高いと考えた。除の解釈は、ジュラベナトルの化石についての後続の研究でも指示された。原木祭の最初の追加研究では、おそらく原羽毛と見られる、かすかな単線位構造が、尾の先と伝部に存在することが報告された。 さらに2010年に発表された論文では、ヘルムート・ティシュリンガーによる、紫外線下での標本の調査が行われた。この調査では、シノサウロプテリクスなどの他のコンプソグナトス科の、ゲーム網に似た、単線異常構造がより広範に見つかった。この調査ではまた、噴部、下足に、追加の鱗が発見され、オシーのチミチウミの間に、垂直のコラーゲン繊維も見つかった。 2012年にアキム・ライス・ドーフ及びマイケル・ワッケは、ジュラベネーター・ストルッキーのホロタイプのタフォノミー状況についての記載を行った。ジュラベナトルは最初、コンプソグナトゥスカに分類されたものの、後続の研究では、この判断に対する疑問が生じた。バトラー・エートールは、ジュラベナトルは、コンプソグナトゥスカではなく、シノサウロプテリクスなどの他のコンプソグナトゥスカと一緒に分類するよりは、 規定的なマニラプトル類に分類されるとした。コンプソグナトゥスカに属すかある。いわ、より進歩的なグループに属すかより、原始的かという研究の競合が生じた。ルイス・チアッペ及びウルスラ・ゴリックにより2010年に発表された追加的な研究では、ジュラベナトルは、解剖学的にコンプソグナトゥスに最も似ており、コンプソグナトゥスカが自然な分類群である限り、このグループに属す。 可能性が高いということが分かった。また、チアッペとゴリックは、ジュラベナトルを含むコンプソグナトゥスカは単系統の系統群ではなく、原始的なコエルロサウルス類の段階を形成している可能性があると示唆した。2011年にクリスティアーノ・ダルサッソ及びシモン、マガーヌッコは、コンプソグナトゥスカが自然な分類群であり、ジュラベナトルは、シノサウロプテリクスと、 姉妹種であるとする解析結果を発表した。しかし、2013年に発表された、コエルロサウルス類の大規模な系統解析では再び、ジュラベガトルは、コンプソグナトゥスカに近縁ではあるが、このグループに、含まれないことが分かった。それよりもむしろ、マニラプトル型類の外側に位置する系統群として、オルニトレステスに近縁であるという結果が得られている。 復元図ジュラベナトルの胸膜ンを原生の鳥類や爬虫類と比較した結果、夜行性である可能性が示された。ありがとうございます。